リカと長澤くんの密着ロケをやってほしい。はい。おお、これは絶対2人の密着ロケをしたら何か普通じゃないことが起こるんで、うん、面白いと思うんですよ、うん、ちょっとロケでもいいし日常も含めた感じで生態を探るみたいな、うん、はい、リカからもねこんな意見が来ておりますよ、うん、長澤くんと2人でロケに行きたい、うん、長澤くんとだったら普段通り喋れると思う。行きたいです。おお、2人なら喋れんだ。素になれるかな。長澤くんと行くならどこ行きたい？密談やめてもらえるかな、ちょっと。はい、はい、前向きに対処させていただきますよ。これは長澤くんもベラベラ喋るところも見たいですね。そうですね、うん、しっかりとこの2人の素の2人を見てみたいということで、うん、近々実現するかもしれませんね、はい。MC のお二人との距離をもっと縮めるためにご褒美スイーツをかけて一緒に連帯責任ゲームをやりたい。食べたい。今まではメンバーでどっちかっていうとゲームをやるっていう感じだったので、うん、 ね、うん、でも一緒に23人でやりたいなって。あっ、サッカーだって、土屋さん。いや俺スイーツとか別に食べたくないし。こっちのモチベーションが上がらない。そば、そばにしてくれ、そば。2人か、泣いちゃったよ。やっと近く終わったと思ったのに、だからこの気持ち味わいたくないんですよ。その2人を先の方がいいんじゃない？終わらせちゃうという後半でプレッシャーかかって、はい、私でも前回も失敗しちゃった、これ多分耐えれないから。そうですね、うん。さあ、それでは準備よろしいですね。はい。まずだから土屋さん最後だから最初投げるのが土屋さんからスタートということですね。確認なんですけど、はい、これやって、はい、距離縮まる？縮まるよね、山崎。これがメンバーだったら意味ないんですよ。でも、うん、お二人を間に挟むことでこんな機会ないじゃないですか。土屋さんが投げたスーパーボールをキャッチするってやっぱり距離縮まるよね。やるかじゃあ。さあ行きましょう、連帯責任ゲーム、よーい、スタート。よし。おー、さあ、お席。下に落とし、高い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 。ちょっと、もうラインだいぶ出てるよ。ラインだいぶ出てるよ。ラインなしね、もうラインなしね。いくよ。お席から菅井へ。落とした？落とすだけだよ。落とすだけだよ。いくよ。せーの。終了。それではまた来週。さよなら。もうクレーン動き出しちゃったから、もうクレーン動き出しちゃったから、距離も縮まらずスイーツもなし。やだ本当にやだ。あれでもまた菅井様の悲劇になるんですか。本当にないんだよ、本当に。お願い。いやだってそれ言い出したらこういうゲーム面白みがなくなっちゃう、何回もやってたら。お願いって言われてここで俺らがね否定したらもうあんたらのファンにどう言われるか分かったもんじゃないよ。どうする、何泣いてる。菅井様泣くのはダメ。ずるいよ、ポップなゲームだから。ずるいよ。じゃあもう一回いきますか。いいよ。じゃあお願いします。 OK、 もうお席はいけるね、乗り越えた。終了。それではまた来週、さよなら。本当にお願いします。おい、号泣じゃないよ。ちょっともう、そんなに涙がポロポロ垂れるほどのゲームじゃないんだよ。もう一回いきましょう。じゃあもう次で決めよう。すごい濡れてるんですけど、涙で垂れ落ちるぐらい涙。
もう行くよ。よーい、スタート。お次行くよ。はい。オッケー。よし。もう大丈夫ね。もう大丈夫ね。すいません本当に。もうちょっとやっといて。ない関係ねえけど。そのまま入れんじゃねえのもう。平手前回やった？やってないんだ。怖いの。落とすだけね。ちょっと高くない？大丈夫？大丈夫？もっと低い？でもっと高い？大丈夫？いやいや低すぎね。そうね。もうちょい低すぎると平手取るのが大変だから。いくよ。はい。うわー！来た来た来た。あれ次原田。この体勢なんだこれ。正式なこの競技の正式な構え。はいよ、はいお姉さん、ポンポン行こう。いくよ。いいよ。はい。おーい。手汗。そんなに筋肉にないよ。みんなの手汗が。みんなの手汗。みんなの手汗。つるつるのグラスもある。どうしよう。やばい。低くね。低く低く低くね。いくよ。うん。よー。最高。はいよ。続いて。もういけ。大丈夫？はい。せーの。大丈夫その体勢。大丈夫。すごい。今泉？大丈夫。大丈夫一人なんか違うけど。そう。何かをグリグリ回す回す体勢だよ。職人だね。いい。これはな難しさは存在するのかこの競技。どうしようちょっと待って。どうやってすくえばいいの？コップ平行？しか。ここ怖い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 。いいの？落とすだけ？いいよ落とすだけよ。せーの。めちゃくちゃ簡単なんだ。行くよダニー。なんだこれ。ダニー行くよ。もうちょっとダニー行くよ。どんくらい？こんくらい？行くよダニー。行くよ。いやいや。よいしょ！うるせえ。なんで相手をビビらせたんだよ。あれ大丈夫？長さん、長さん、長さん、行くよ。せーの。これはもう。もっと落とすだけ。高くなって言ってるよ。やばいんじゃない？ここで落としていいですか？いいよ。辛いですよこの気持ち。気持ちがわかる。気持ちがわかる。あんなカンペある？我々に最初から一回きりだよなんて言っときながらカンペで続くから。優しい。じゃあもう勝手に食べさせればいいじゃん。確かに。ただスイーツを出して食べるやつにすればいい。そう。私たちなんて関係ないじゃん。